はい、こんにちは、こんばんは、葵です。本日、2月18日は、冥王星の日、とのことで、この日にね、うってつけのゲームをね、見つけてまいりました。その名もズバリ、冥王星ゲーム。はい、来た。でもね、このゲームどっかで見たことないですかね、この並びとかね。なんか、画面構成とかね。やっぱりね、前もやったことあるんですよ。それがね、北海道ゲーム。あの時もね、なんか既視感あってね、どっかで見たことあるの、でもわかんないな、あんま詳しくないしね、結局わかんない、嘘です。スイカゲームです。はい、スイカライクゲームとなっております。このゲームはやっぱり、ね、だんだん大きくしてって、一番でかいやつを作るというゲームですね。この場合は、水金地火木土天海冥の中で一番でかい星っていうと、木星ですよね。ちょっと調べました。一番でかい星は木星。太陽系の中でね。木星、土星、天王星、海王星、そして地球。で、その次にちっちゃいのが金星、火星、水星となっております。実はね、この中には冥王星入っておりません。冥王星はね、あまりにちっちゃすぎて、惑星からね、外されました。太陽系のね。なので、水金地火木土天海冥だったんですけど、今、2006年からは水金地火木土天海、海道ありなんですよ。すっげえ残念じゃないですか。確かね、1930年に、この、冥王星ね、認められたんですけど、もうそっから、どれだけ経ったの？とにかく2006年にね、外されたということで、まあ、ちっちゃすぎるのが良くないんだよね。ちっちゃいということは、他にね、近くにね、冥王星よりでっかい星がね、あったんですよ。本当にね、迷惑だよね。もうちっちゃい頃ね、この星に憧れてね、いつか行けるかなと思ってたけど、行けないよ。まあ、この星が悪いわけじゃないし、なくなったわけでもないからね。ロマンに溢れる星であります。そこには変わりはない。この画面構成見てると、なんか、筋肉マンに出てくる、超人？似てませんか？プラネットマンだっけ？なんか言いたいよね。まあ、それはさておき、やっていきます。このゲームちょっと苦手なんだよね。さっきね、ちょっとランダムモードやってみたら、全然うまくいかなくて、ランダムモードだからダメだったね。固定モードでやると、ほら、次の星っていう候補じゃないや。順番が出るので、これで、予測が立てやすいということだね。じゃあ行きます。まあ、言ってもね、球体なんで転がるし、北海道ゲームとかみたいにね、引っかかるものよりは、やりやすいと思うんだよね。これで、合算するね。よし。端から詰めていこう。これ、転がるかな、当てると。あ、ちょっと固定されちゃった。球体ってね、3つ集まるとね、固定されちゃうんだよね。これで、合算するでしょ。で、これで、この次が、地球か。地球と、あ、よし。これね、ちょっと数がね、合わないんだけど、多分一番ちっちゃいやつか、これ。月で、これちょっとよくわかんなくて、ちょっと1個か2個多い感じしますね。まあ、細かいこといいや。まあ、冥王星とかに行くと、もうちょっとよくわかんない星もいっぱいあるみたいだからね。だからあんなことになったんだよ。冥王星よりでっかい星が見つかってね。ちょっと、立場ないじゃん。冥王星の。ちょっと空気読んで欲しかったよね。まあ、というか空気読むことが嫌いな、僕が言うのもなんだけど。よし、これで、もう一個この、地球の次にでっかい星を作れば、合算する。はずだよね。これ転がる？ポツンと。あー、なるほど。いい順番だったな。惑星直列だ。この順番作るのは結構理想なんだけど、そんな場所ないんだよね、はっきり言って。質量がでかいんで。これで、よし、行ったね。いい場所。
多分これ以上 K が大きくなるとここにね隙間できるんで無駄なんで、なんか一個埋めときたいよね。意味ないかそれも。あんま計算してやってもね、うまくいくわけないんでね。ちょっともうアバウトに行こう。これで、これでいい感じ。よし。なんか調子良くない？さっき一回お試しやったときはね、全然ダメだったんですよ。この場合ね、ここからね、ちょっとでもね、炙れると、ゲームオーバーになっちゃうみたいでね。そんなって。思わず投げちゃいましたね。よし。これで、うん、これ作って、なんか幸先いい感じしますね。くるくる。やっぱこうやってくるくる回りますよね、これ。うん、浮き石みたいになるのがちょっと理想かな。この状態を作り出したら、うん、ムーブメントが生まれるんで。ただこうやってあんまり、コロコロしなくなると、やっぱり、なんていうの、いわゆる、腸内の便秘状態？なんか汚い話でごめんね。うん。最近ちょっと動物に会ったりしてきたんで、なんか動物の丸いうんちょそうちょっと思い浮かべちゃうんだけどね。ごめんなさいね。ちょっと、お食事中の方ごめんね。うん。でもどうにもちょっとイメージがね、湧きすぎて。要するにこうやって動くんですよ。球体が集まるとね。だから、人間の腸って、便秘気味、お、やった！便秘気味になると、やっぱりね、丸くなるんですよ、便がね。そんな時に、腸って、腸の壁にね、ポケットができることがあるんですよ。僕はね、生まれたこの方、そういうね、そういう通じに悩まされたことないんで、うん。ちょっと気持ちがはっきりわからないんだけど、そういう人の気持ちが。多くの人はね、便通悩んでるみたいなんだよね。特にやっぱり女性の方はね、やっぱ、体が冷えやすかったりね、するんでね。だからね、やっぱり、腸内洗浄というかね、腸内革命を起こさないとね、この先のね、やっぱ、美と健康の秘訣ですよ。何の話をしているんだ。今、惑星の話、いや、やっぱり、生命だなって思うんだよね、その辺が。我々生きてんだなって思うよね。この、やっぱ球体ってね、本当に、生命ですよ。でね、腸内ポケットができると、やっぱそのポケットの中にね、この、丸いやつがね、コロ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 転がっちゃうんですね。それがいくつもできると、本当にね、健康被害がね、起こるんですよね。これがね、すごく心配ですね。なので、やっぱり、まあ、定期的な運動、あと食物繊維、そして、そうね、腸ってなかなかね、随意筋じゃない、不随意筋なんですよ。自分の意のままに動かない筋肉なんですね。なのでね、自分で動かすんじゃなくてね、あえて動かせるような、ここに向けていいか、何を言ってるかちょっとわかんないんだけど、自分でも。まあ、マッサージも一つの手ですよね。腸をね、直接ね。抑えたり、抑えすぎるとダメです。ダメなんですよ。かえって。刺激しすぎるから。今、筋膜リリースとかね、流行ってますけど、あれってやりすぎると、やっぱりね、ちょっと、刺激が強すぎるんでね、やっぱり最初はゆっくり、優しく、そして、なんかすごいいい感じだぞ。腸内の話しだすと、なんか調子出てきたね。じゃ、このままこの話続けますか？そう。腸内ポケットができるとね、本当に、大腸がんのリスクもね、増えるんですよ、やっぱり。腸内にポリープとかできるとね、そこにね、ちょっと、便が引っかかって出血するとかね、あるみたいでね。
なんでこんな自分は長男について言ってるんだと思うけど、うん。まあ身内がねそういう病気になったりもして、そういう詳しくなっちゃったっていうのもあるんだけどね。うん、僕自身なってないんだけどね、やっぱね、身内がなると切実ですよね、やっぱりその辺は。なのでね、ちょっとそう町内のねこのコロコロを思い浮かべると同時にね、その川を思い浮かべるんですよ。川っていうのはあの清流ですね。特に山奥とかの清流でね、同じ現象が起きるんですよ。あの水の勢いがすごすぎて、そのね川底の岩盤がね削れて、この岩盤の中に水がね入り込んで、やがてねその中にね球体を作り出すんですよ。硬いね岩の球体を、その中でコロ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 ね水流で動き出すんですね。だけどそのできた穴はその球体よりずっとちっちゃいんで、中でずっと動き続けるんですよ。面白くないですか？うん。これが便秘の状態だと、腸内だと笑い事じゃないんだけど、もう面白いとか言ってる場合じゃないんだけど、うん。大自然だと面白いんですよ。でもやっぱりその構造がちょっと似てるなって思ってね。うん。やっぱりこういう話するとすごい調子いいぞ。あと一個で完成じゃないか。ここにでかいの作れば、これであっという間にできちゃう。じゃあここに行くか。もう一個これを作って。どうしようかな。ここで作るか。ここで作るのもいいな。あんまりちっちゃいと困るんで、こうしとこうかな。あ、まずいかも。これで作るか。いらんのができたね。ちょっと。わ、ちょっと。あ、これでいいか。うん。とにかく、この川底の、あの、コロコロと、その、町内のコロコロで、類似性があるんですよ。いいのできたね。うん。やっぱりみんな生きてんだなって、ちょっと、悟っちゃった気がする。うん。我々は。ほら、こうやって動いてるでしょ？動いてる動いてる。これこそ町内革命。何言ってるかちょっとわかんなくなってきたね、本当に。ほら、動いてる動いてる。この、え、あ、この今のこの浮き石状態ですね。これを作りたいし、出したいんだ。ほら、動いてる。勝手に作ってくれちゃうもんね。すごいよ。町内革命。町内革命ってなんだよ。うん。いいね。どうしようかな、この先。あ、そうなるか。もうちょっとここでムーブメントが起きてくれればな。どうしよう。次ね、地球の三連が来るんですよ。地球の三連。あ、間違えた。余計なの投げちゃったね、今。これ、合算して。よし、いいよ。さらに。さらに。よし！あとこれをもう一個作れば、先見えたな。見えましたよ。ただ、ここで作ってもしょうがないんで、こっちで作らなきゃね。これ邪魔だなぁ、これ。これちょっと致命的だったな。よ。あ、また間違えた。ちょっと。先を見すぎて。こういうのが邪魔なんだよ、これ。これがね、宿便ですよ、いわゆる。宿便を一掃したいよね。ここに流したいんだ、ここに。困ったね。あ、でも、すごい、いいムーブメントが起きてるね。ちょっとした歯車に見えないですか？これ。川底、川底。そして、町内、町内。ただ、ポケットでね、町内の場合、ポケットで動くからね、意味ないんですよ。これで6個かかっちゃったね。簡単に詰まる。うん。よろしくないね。もう1個これ作ればね、いけますよ。
で、これはちょっとこっちで、しのぐか。これ厳しいな。嘘だろう。これは、でも、これでいいか。よし、これでいいね。うん。どうしようかな。これ来るでしょ。二つ来るんで。うん。これでいいか。なんか、流れてきそうだな。よし、うわっと、まずいな、これ。こっちに。え、そっちに行っちゃった？マジか。これきついっすね。そっち行っちゃダメだよ。こうしとかなきゃね。これちょっと積んだかも？うん、おっきいの来ないんで、今。いけるかも？どうしよっかな、これ。こうなんで。こうか。で、次地球来るね。よし、これで、なんとか。いけるやろ、よし。あ、ちょっと待って。あー。これはやばい。これ、完全ロックかかっちゃっていけないね。これでもう、今日の仕事終わりなんですよ。球体をでかくする。マジか、これ一生会えないよ、この子たち。こんだけでかいとね。厳しいっすね。ここでムーブメント起こしてくれれば、ぐるぐるっとね、うん、腸内革命起こせるんだよ。何？さっきから腸内革命って。なんか昔そういう本を読んだ気がするな。これで、合算して、どんどんどん。どん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 。どんどん、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 どんどん。やばいな。これやばいな。やばい。あ、ゲーム、え、これでダメなの？やり直し。でも、いいお話ができた気がする。じゃあ次は完成させます。やりましたよ、やりましたよ、やりましたよ。やったね。ついに完成ですよ。これで、今回の仕事終わりましたね。いや、素晴らしい、素晴らしい。ということで、ここからはもう、自由に楽しんでいこうと思います。うん。つまりね、今回、僕はね、冥王星を通じてね、いわゆる、美と健康についての考察。うん。ひいてはね、もう大自然の脅威にまつわる類似性についてのね、弁論でした。うまいこと言ったな。それでは、また、スイカライクゲームで会いましょう。お相手は、葵でした。